はい、こんにちは、今日はちょっと松島に来てます。松島町の無料駐車場に今いるんですけど、松島の商店街をぐるっと一回回ってきてから、去年の10月にオープンした松島離宮という施設がすぐ下にあるんですけど、そこのスタバでちょっと今日はコーヒーを買ってみようかな。ドライブスルーでコーヒー買ってみようっていう動画です。去年の10月17日ですね、オープンしたっていうふうに書いてました。今ネットで調べたら松島離宮っていう施設です。飲食店とか、お土産とかでちょっとお金払って入るところがあるんですよね。なんかなんだろうな、庭園みたいな、なんかに庭みたいになってて、あとなんかが見れるんですかね。僕もちょっと、そこまで入ったことがないんでわかんないんですけれども、そこにスタバがあるんで、スタバのドライブスルーがあるんですね。でそこにちょっと行ってコーヒーを買ってみようかなと思います。今日はちょっとドライブスルーなんで窓開けると思うんで、ちょっとカメラ邪魔になっちゃうんで、後部座席の窓に GoPro つけて助手席側から見た感じで今日は映していこうかなと思います。それでは早速行ってみましょう。まずちょっと一回松島の街をこう商店街をぐるっと回ってきます。もうここからだとあっという間に松島離宮に着いちゃうので、下降りると、もうこの駐車場下降りるとすぐ松島離宮なんです。なのでちょっと一回回ってきます。ドライブして最後にスタバでコーヒー買って終わりたいと思います。久々にレベル3携帯検問エリアです。携帯検問エリアです。雨が止んだので松島もちょっとお客さん多いかもしれないですね。最近ねずっと雨が降ってて、せっかくのお盆なかなか外で遊び行くことできなかったっていう方も多いですよね。まあ、九州とかあっちの方でもちょっと結構災害が起きちゃってますからね、本当に大変な雨だったんですけど、まあ、宮城もずっともう1週間ぐらいかな降り続いちゃってて、で今日本当に久々に曇りですね。天気は良くないんですけど、カメラで見えるかな、 GoPro の方で見えるかな、松島陸ここですね。夜結構綺麗なんですよ、見るとライトアップしてて、冬の間はイルミネーションもやってましたね、中で。それがすごい綺麗で外からも見えたんで、中はねちょっと入ったことないんですけど、外から見たら夜でも見えるっていう感じですね。でまあスタバのドライブスルーあるのね分かってたんですけど、今まで一回も来たことなかったんで、ちょっと今日は買ってみようと思います。コーヒーでも普通のコーヒーかな、普通のコーヒーかな。
対馬僕あの毎日ほぼ通るんですけど、お盆期間中もずっと通ってるんですけど、お昼はねやっぱり混みますよね、この辺は。朝も混むし昼も混むし、まあ、夜はそんなに混まないかな。なんかやってる、なんかやってる、なんだなんだろう、イベント。なんだろうあれ、人もすごいですね今日は。やっぱり雨降ってないからかな、雨降ってないから、左方向 1km 先レベル3レーダー式取締りエリアです。この先ぐるっと回ってまた戻ってきますね。この先の道路もちょっと少し変わったんですよ、去年あたりから。松島駅、東北本線の松島駅のところにあった橋がなくなって、その先に新しい橋ができたっていう。そっちからちょっとぐるっと回って戻ってきてみます。わあ車すごいな今日、車が多いな。レベル3レーダー式取締りエリアです。スピードに注意してください。レーダー式取締りエリアです。スピードに注意してください。一の棒ですね、旅館一の棒と、そっちがなんだっけ、総館。ここの道路はあのマラソンのスタート地点ですよね、宮城の駅伝の。いつもここからスタートしてます。ここから仙台までずっと走っていくって感じで、ここまっすぐですね。本当は前まで右か左かしか行けなかったんですけど、左行ったらあの古い橋につながってたんですけど、左側もう行き止まりになってて、まっすぐ行って新しい橋っていう感じですね。この辺がちょっと去年とは変わったところですね。左が行き止まりだから薬王堂のところですね、ちょうどここ新しい橋です。
ってくる感じですね。45号線車多いな今日。中華屋さん去年できて、右もなんか1キロメートル先レベル3携帯検問エリアです。なんか所々に新しいお店がまた松島もできてきて、リキューも確か去年できたはずです。松島リキューじゃなくて、あの牛タンの方のリキュー。ここは何だろうな、ずっと作ってんすよね。左方向500メートル先ビューポイントパーキングがあります。で、松島リキューに戻ってきたって感じ。なんかあの建物が、ちょっと調べたら昔あったなんだっけ、ホテル、パークホテルだかってとこですね。それをまた再現して作ったって書いてましたね。なんかちょっと個性的なデザインなんですけど、外からだと見えづらいかな、カメラだと見えないかな。機会あったら、左方向レベル3携帯検問エリアです。今度入ってみます。携帯検問エリアです。いくらぐらいだったかな、600円ぐらいだったかな。何を見るのかちょっとよく僕も分かんないんですけど、まあとりあえず今日はスタバ寄って帰ります。まあ今日はそれで終わりですね。ここから入ってきます。するとスタバのドライブスルーがあるんで、ちょっとなんか綺麗だから撮ります。今七夕が飾ってある。こんな感じです。七夕で、この中に見える、これ中なんですけど、なんかちょっと上だけ見えてますけど、これがなんかあのパークホテルを再現して作ったっていう建物ですかね。では、ちょっとスタバに最後寄って帰りたいと思います。
ですね、スタバのドライブスルー初めて来ました。こんにちは、ご来店ありがとうございます。ご注文お決まりでしたらお伺いします。ドリップコーヒーのアイスで、はい、トールで。ドリップコーヒートールサイズアイスで。はい、お願いします。他にご注文ございますか？以上です。はい、しました。お飲み物は車ですぐお召し上がりですか？はい、はい、ではお手渡しでご用意させていただきます。はい、ご注文内容の確認をお願いいたします。トールサイズアイス、ドリップコーヒーアイスですね。会計356円です。先方でお待ちしております。ゆっくりとお進みください。こんにちは、会計356円です。ありがとうございます。お待ちしております。はい、スタバのアイスコーヒー。いつも僕はセブンイレブンで100円のアイスコーヒー飲んでるんですけど、3倍の値段って感じです。まあ量はちょっと多いかな。まあ、こんな感じですね。ちょっとここ出づらいんですよね、いつも。右に行きづらいから左に行きます。こんな感じです。松島、今日も人がいっぱいですね。今日は松島離宮のスタバでドライブスルー使ってみるドライブスルー利用してみる動画でした。今日はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。